応とね、実際ね、うちはセルモと結婚するんだけどね、このね、要するに銀毛のセルモ、シルバーピューレット、セルモとね、結婚するんだけど、そのセルモの中におったジガと結婚するわけちゃうね。実はね。で、いろいろ語弊あると思うけど、うちが昔、東京の女学生だった時に交際してた坂本くんは今回なんと、念願かなってた巨人軍の、ね、中心打者になったでしょ。まあ、巨人の4番打ったら結婚してあげるって、その時の高木社に言っちゃって。今回の人生違うって、ずーっと前よね。今回4番打ってるやろ。やばいなって。やばいことないやろけど。でも、昔結婚したことあるの。その時はな、もう、うちは音楽も、ポップ歌手やったし、僕は、巨人軍の選手。むちゃくちゃになってん、そらそうやろ家庭なんかなかったもん。その時助けてくれた、あの素敵な音楽家に。それが横山健さん。クレイジーケンバンド。でもその人もやっぱりな、今回最近ずっとかな、芸能界に。どうしてその芸能人ちゃうから。その町工場の社長。な、ところが今回。それからなんかもう、頭こんなしたのじゃん、もうあんなの。助けてくれたけど。だからフリーメイソン、助けてくれた。あ、違う。その結婚してた時はあるよ。坂本くんも音楽家、ミュージシャン。バンドや、バンドや。坂本くん、騎士のバッタちゃう。よかった。それとも結婚してるじゃなくて。で、結局その後また出会った時に、その、水道橋高校と、梅、バイク屋とかに、なんか、合わせた。なんか、サネっぽい名前の。ね。で、そんなとこで、学校近くと付き合っとって、セーラー服着とったよ、うちな。で、坂本くんは、その、コアモテっちか。もちろんブラックの、ブラック系坂本くんよ。要するに名パッチくんか。今だいぶ細いかな。で、うちが、ローズ・トゥ・ロード、門倉先生のローズ・トゥ・ロードで作ってるストラディームあたりのシナリオがちょいとありまして、それに出てくる、少年が、まあ、みなしくん少年が坂本くんのイメージ。で、その相棒のが、ぼーっとした、サヤマトっぽい方ね。それがまあいいや。嫌になるから。タッポーロックンロールとか思い出したりするから嫌になるから。実にめんどくさい男やから。言いたくもないから、今さんと言った。ほんで、ダスのコンビ面白いかなと思って。それでさ、巨人の坂本くんにとって顔そっくりやろ勝ってるのいるからだけど、同じ民族やからな。兄弟みたいになったけどあるからだけどな。そんな話してもしゃあないけどな。だからまあ、もともと昔兄弟やって、あの人とは。それでいいやんか。で、セルモから結婚してって言われたってことは、じゃあうち猫になるんかなって、その次元もあるね。猫のうちがセルモと結婚してる次元もあります。いろんなその次元があるね。な。じゃあ、うちこの後誰と結婚するかで、ずっとジョリと結婚したままやんか。あ、で、精子バンクじゃないけど、どうやったらいいの？どっからいただけんのかな？要するに、うち本来から、うちの中に精子さえいただければ。で、出産の時に、おちんちん切ればいいだけでしょ、どっちかち。だいぶ時間的余裕あるでしょ？ね、今すぐ切って渡してもいいけど、私返しても、杉田美穂先生ね。もう杉田美穂先生、今さら返されても、今、その、なんちゅうの付け直しても付け直してですか返してもらえあるやん、杉田先生。で、その自分のかつてのチンチンさん、今回、かつてのさ、ほんまにマジか。杉田先生のチンチンやん。それを自分の家族にね、付け直してもですね、使えんの男性わかるやん。女子はわからんと思うけど、あんまり、いまいち。まあ、今日中年になって返されてもそんな立つんかい立たんと思うで。そんな無駄な足らんとしたもんいらんわって。そんな先生と頼むやろ。そこまでちゃんと気持ち込んでるからな、うち。じゃあなんかその虫歯のその、とか、うちやったら残してるボルト。骨折した時のボルト。あんな見たり。へそのを見たり。そんなん残しても嬉しないやろ、嫌なこと思い出すやろうし。
嫌な思い出ばかりでしょうし、そんなん返されても、向こうからすら、なんか押し付けられてるように感じるんちゃう？困ったもんだよ、そこもな。だからまあ、それはいいとして、女優巨人の坂本と、あんま結婚するんかって、その、スクープとかやめてやる。それとか、じゃあ芸能界で、チンチン返還式とかさ、しょうもないことやめてやる。いや、もううちもな、杉田先生も、うちおさんじゃん、かまわんし、むしろ向こうは本当は思ってたんやけど、ええー、としてからそんなに いちいち傷つかんかもしらんけど、関係ないとか傷つく。いや、天皇家傷つくやん。すんまそんぐらい上やんか。すんまそんで許したのか。でもなんかな、なんかわからない、そのいじめの原因になったりするやろ。うん、だから結局、昔流行ったんちゃうんだから、昔一変させちゃうほら変換儀式があって、もうこんなん絶対嫌ってうち言って、なんだかと関係ない女の子が、なんか杉天馬とか、あだ名つけられてると杉天馬ってなる。そのあだ名つけられて、で、もう悲惨な少女時代だったんだって、その人が今回、奮起して。まっとらない意味で。当時は、その時はまた杉天馬って言われてかわいそうな少女。自殺までしたんじゃん。杉天馬の少女自殺。新聞の書き方も当時用じゃなくて杉天馬自殺とか言って。最近だいぶ人権に配慮されたらな。今回言うの。杉天馬。で、どういうふう、何についてそれを杉天馬と。言わなつけられたんか、どうかちゃんと思い出されんねん。それは、ユーミンがそこの部分もきっちり心に鍵かけてね。まあ、結局そのうちのマトロシカの話やから。だから、だけど、あれ、向こうの人のやつになるでしょ？ユーミンの本来のユーミンのマトロシカから来た、ま、ユーミン由来の部分が、うちの体細胞を使って作ったのがマトロシカでしょ？その思い出の部分に一生懸命鍵かけてんねん。だから思い出されへんねん。という感じやねん、実は。うちが思い出せるとき、思い出せないときっていうのはね。で、じゃあ、結局、インドで、その、電気技術の使用なさって、で、セラミックコンピューターを発明なさったアフリカ人。まだおらんでしょ。間に合わへんやつ。じゃあ、どっかに保管してんの？フリーメンさんが。別の次元から持ってきたらコロナかセプター。要するにコロナウイルスになっちゃうの。こんな次元じゃないのか。またおらんやろ、その人。タイムマシン使ってもコロナウイルスになんない。つまりコロナウイルス、タイムマシン使ってきたやつらやね。どっかの遺伝子やね。この世界では、コロナウイルスですぎひんね、未来人の本質って、究極。じゃあ、表示してるだけでもそうして、表示してるだけ。要するに、なんちゅうの？スタートレックみたいな。ワープ候補もそうやけど。なるで一遍素粒子になるんでしょ？それはいいけど、戻られへんねん。DNA が。遺伝子に戻られへんねん。コロナウイルスになるわけ。しかも、むき出しやんね、ウイルス。じゃあ、DNA かって剥き出しになったウイルスなんだよ。RNA やからウイルスって。じゃあ、もう、本当にもっともっと遠かったら、もう、ウイルスとも呼べない。化学物質でもないぐらい遠いのが、素粒子だし、要するに宇宙線とかね、線ってラインとか、本線ね。あれやねん。あれどっかの精子やねん。で、結局ね、じゃあ星はその犯罪者が集まってるとかですよって言うけど、でもそれは同じ思考からそっちに集まってるんですよ。それは他の人のマトリョーシカじゃーんって。確かに、入り口やん。あんまり言い過ぎた感じで。だから、他の人が星に見えてる。で、縮尺の関係でほとんど動いてないように見える。でもなんか変でしょ。ね、だから、その人に関するうちの認識に過ぎないよ。入り口って言ったこと。つまり、その人に関しては主にそこで処理してるっていう脳のね、大脳神室の。というものでしかないよ。実は。で、
それ、まあ、急いで言っちゃうと、今ね、今も10分ぐらい喋ってるから、この動画。短めで、最大15分ぐらいにしとこうかな。いろんなもん、いろいろ、アップしやすいしにくいの問題も、アップできない場合もあるし、15分くらい。アップできないか。で、結局、セルモンの次の答え、要するに、セルモンにおった自我と結婚するわけじゃないか。それは、横山健さんの方になった。けど、それは横山健の元になった、その町工場社長に、セルモンにおった自我が取り付いてるだけやねん。ほんで、かつて町工場社長だった横山健さんは、ぐじゃぐじゃな頭の中。自我の災い。じゃあ、セルモンの肉体遺伝子の方はどうなったんですか、ね、それが巨人のその中心だじゃん。坂本選手だけど。ただ、セルモンの後、すぐ坂本選手ですから、知らん。セルモンの後、すぐじゃないとわかんないけど、それが人間じゃなかったら、それも NG やん。セルモンの後、すぐ人間になった人物が坂本選手ですか、本当に巨人軍の。な、せやないと、その坂本選手より前の段階の人間さんが、面白ないっていうか、それセルモンの細胞遺伝子の次やから。他の生き物とはさすがに結婚できないけど、でもその、セルモンの次が他の生き物になった場合は、セルモンの人たちのそばに残るわね。それもやねん。で、初めてじゃないけど、久しぶりにセルモン、細胞遺伝子が人間になった場合、まあ、うちの町同士だけど、人間に戻れた人もおるって、そういう意味やねん。じゃあ、セルモンは、最初に人間にまた戻れた、人間の細胞を形成してる場合、それが真っ先に結婚する資格があって、細胞脳もそう思う。というか、その細胞を生きてきた人物はそう思うでしょ。そんなもんやけど、ただ、今回じゃあ、そっちなのかな、セルモンの人間版。ね、間に合わんでしょ、その、アフリカ人。じゃあ、セルモンの人間版と結婚して、そのセルモンの人間版の精子いただいて、でそれで生まれたうちの親戚、要するに、うちの娘ばあちゃんがね、要するにうちやねんけど、実は。ね。それが、黒人の、技術者。ずっと説明する人と、政治家交流すると。別に問題ない。それぐらい順番で問題ないです。うちの娘は、うちである限り、うちと同じような、能力、権力って、権はうちはないけど、権じゃないから、預けてないから、預かってもいいし。というわけなんです。